希望の党と合流に向けた調整が続いている民進党のいわゆるリベラル系の前議員らが新しい党を立ち上げて選挙に臨むことを明らかにしました。一方、希望の党代表の小池知事は過半数の擁立を打ち出しました。希望の党は今日衆院選の一時公認を発表する予定でした。最終の調整に入っているところであります、政治生命に関わる話そのものなので今最終的にチェックをしながら場合によっては日にち超える可能性があります。今そういう状況で詰めているところです。ただ民進党との調整は難航し一時公認の発表は明日にずれ込む見通しとなりました。調整が難航している理由の一つは先週の小池知事の発言です。排除されないということはございませんで排除いたします、はい、民進党出身者については安全保障などの政策次第で公認を絞り込むとしたことにリベラル系の前議員らが反発していました。そしてリベラル系の枝野代表代行は新しい党立憲民主党を立ち上げて希望の党に参加できない民進党の前議員らとともに選挙戦に臨む考えを示しました。残念ながら希望の党の理念や政策というものは私がそして私たちが積み重ねてきた私たちの目指す理念や政策の方向性とは異なるものだと。これを受け希望の党代表の小池知事は元民進党の方々がそれぞれの政治的な判断でお作りになるということですので、その意味では選択がより明確になるのではないかと思います。この上で過半数を擁立する考えを示しました。比例も含めてですね233過半数に届く選択肢としての候補者を擁立したいとこのように努力中です。また若狭前衆議院議員は立憲民主党が候補者を立てる小選挙区でも対立候補を立てる考えを示しています。